ギリ見えるかな。もうちょっと上ですら見えた。どうもなめです。はい、なぜ段ボールに入ってるかというと、まあ細かいことは気にしないでください。全く関係ないんですけど、今日9月21 22日か金曜日なんですけど、とうとう出ましたね、新しい iPhone の8、 iPhone8、発売おめでとうございますね。今自分6使ってるんですけど、もう8出たら買いよう買いようと思ってた矢先に、今年でアップルが10周年らしくて、で皆さん知ってると思うんですけど、11月にはですね、 iPhone10 っていう、あの X って書いて10っていうね、新しいまた iPhone が出るんですよ。でそれはまあ、iPhone なんですけど、その10はホームボタン、丸いボタンがなくて、全部がもう液晶画面みたいになってるんですよね、 iPhone X が。うん、でしかも顔認証で画面ロックとか解除できたりするっていうすごいものが出るんで、ちょっとね、俺は10を欲しくて10を買います。うん、8にしようと思ってたんですけど、10周年でまず2つ出してくると思わなかったんで、もう8にします。あいつじゃねえ、8を今日出たんですけど、買った人も大勢いると思うんですけど、俺は10にしたいと思います。うん、まあ、約2年半ぐらい使ってきたのかな、6。うん、使ってきたんでね。うん、まあ10周年ということで、まあ多分ね、また次にね、新しいの出ると思うんですけど、9とか。うん、でもね、10が出るんで10を欲しいなと思って、10を買います。うん、皆さんも多分10、どうなんだろう、どっちの方がいいのかな。うん、8か10か。うん、まあ8もかっこいいと思うんですけどね、10にちょっと、10のね、やつ見た瞬間ちょっと惹かれました、心。なのでちょっと10を買います。はい、それだけです。なんかね、あんま動画にしようっていうネタが思いつかなくても、本当に自分が思ってることを話しそうっていう動画ばっか撮ってるんですけどね、ごめんなさい本当に。撮る時間が結構夜遅いんで、大声とかも出せないんですけども、もしね、見てくださってる方がいたら本当にありがたいです。ありがとうございます。ということでね、iPhone 8発売おめでとうございます。俺は11月の iPhone 10にしたいと思うので、買ったらね、また動画あげます。ということで本日はこんな感じです。段ボールのことは気にしないでください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ。